クレーンゲームクレーンゲームは景品の獲得を目的にプレイするアーケードゲームの一種である。ゲームセンター、スーパーマーケット、レストラン、映画館など様々な場所に設置されている。また、インターネット上でクレーンゲームを遊ぶことができるオンラインクレーンゲームも登場している。クレーンゲームの取り出し口の冷凍明なガラスやプラスチック、アクリルの箱で天井に クレーンが付いており、中にはぬいぐるみやお菓子などの景品が入っている。プレイヤーがコインを投入すると、ボタンやジョイスティック操作でクレーンを動かせるようになる。クレーンは前後および左右には操作できるが、上下移動は自動で基本的に操作はできない。ジョイスティック操作よりもボタン操作のタイプの方が位置の修正ができない分、難しいと考えられている。 一定操作を終える、制限時間に達する、プレイヤーが、トリガーボタンを押す等により、クレームからアームが降りてきて、景品を掴もうとする。アームが降りる距離をプレイヤーがコントロールできる機種もある。アームが景品を掴む動作をした後、アームは、ゲーム機の隅にある開口部の上へ移動し、掴んでいたものを落とす。景品は、開口部の底まで落ち、プレイヤーが取り出せるようになる。ただし、 クレナフレックスや u o キャッチャー8などフィールドの形状や景品を落とし口の場所がカスタマイズできる機種が登場して以降は単純につかんで持ち上げて落とすだけではない獲得方法が用いられることが多くなっている。ゲーム機の設置者はアームの設定と景品の種類を通じて勝率を妥当なレベルに保つことができる。したがって 成功率をプレイヤーのスキルのみに依存させることは可能である。アームは一般プレイヤーにとって低い成功率となるよう調整されていることが多いが熟練したプレイヤーならば比較的高い成功率を出すことが可能である。テクニックの種類としてぶつけたり転がしたり向きを変えることで景品を持ち上げることなく開口部へ落とす方法がある。ポピュラーなゲームであるため 不正が行われているとの非難もよく受ける。非難の中でも多いのは、景品を持ち上げられない程度に、アームが細い、アームの先端を曲げる、握力が弱められているなどである。しかし握力が弱められているものは、爪と爪の間が開いていることが多くわかりやすい、場合もある。ただしこれらの非難は不正には当たらず、どれも店側が行う。 ペアウト率調整のための設定項目の一つである。なお、2017年12月23日、セグウェイの類似品や品薄である、ニンテンドースイッチ、タブレット端末等の高額商品を取れないように設定していながら、取れると視聴資客からプレイ料金を騙し取ったとして、詐欺容疑で大阪市内のゲームセンターの従業員と経営者が逮捕された。日本国内では、 初の摘発だという。その歴史はテレビゲームより古く、1965年には台東から発売されている記録が残っているほか、同年には、後のセガサミーグループもクレーンゲーム機市場に参入しており、1960年代にはすでに複数のメーカーによる市場が形成されていた。そして、1970年の大阪万博では、 小型ビリオンでコンピューテハンドゲームという大型のクレーンゲーム機が出展された。また、手動でハンドルを回すタイプのクレーンゲームは1930年代にはすでに登場していた。1980年代後半からぬいぐるみ等が景品となりアーケードゲームが衰退気味となったことからテレビゲームに代わるアーケードゲームを探していた業界がこれに着目。 商品の値段が安ければ風営法に接触しないこともあって現在のようなクレーンゲームに成長して行った。食用のエビを入れたサブマリンキャッチャーやペット用のカメが景品になったことがある。エビについては衛生上の観点からクレーンゲーム機本体に生で食べないでくださいと注意書きが貼られていた。2000年代以降は PC や スマートフォンで筐体を遠隔操作するオンラインクレーンゲームが登場した。プレイヤーは獲得した商品を宅配にて配送してもらうシステムであり、店舗内にて遊ぶわけではないので、風営法などには定触しないとの見解が経済産業省から発表され、手軽に遊べることや24時間いつでもプレイできることが追い風となり、2017年現在では約20社が参入している。 主要、アーケードゲームメーカー系では、対等が2017年秋を目途に、セガのグループ会社である、セガエンタテインメントが2017年12月に、それぞれ参入することを発表している。詳細は、プライズゲーム及び UFO キャッチャーの項を参照。日本アミューズメント産業協会によれば、ゲームセンターにおける売り上げの半分以上が、クレーンゲームであるという。 一店舗あたりのクレーンゲーム設置台数の世界一として2012年埼玉県行田市にあるエブリティ行田店がギネス世界記録に認定されている。米国ではピザハットに数多く設置されることで1980年代後半から広く認知され他の店舗へも広がった。チェーン店に多く設置され、例えばフレットマイヤー、ハゲンス、セーフウェイ、 シュガーローフなどが挙げられる。1990年代前半には NFL が広告として各チームのフットボールの縫いぐるみをゲーム機に入れ始め、MLB、NBA、NHL も後に続いた。ただしその後 NBA はこれを取りやめている。1990年代中期には、セーフウェイ、フライ、S スパーマーカッツ、ケーマート、ウォルマートといった店舗にも入るようになった。 それ以外にも子供客のためホテルの中に設置されたり、スポーツ施設が地元チームのコレクターズアイテムの販売に利用している。日本以外にも韓国、台湾でも人気が高く、クレーンゲームだけを設置したゲームセンターも存在する。台湾では今日あやきと呼ばれる。台湾におけるプレイ料金は牛入台湾ドルと日本よりも 安価に設定されており、2018年時点では、専門店だけでも約7000点あるという。日本同様、東アジアでは生きた動物が景品になることがある。中国のスーパーマーケットでは、食用のカニやロブスターが景品として入っている場合がある。これらの景品は、不可的なものであり、他の地域と同様に、テディベアやおもちゃなどの景品も供される。 タイでは2004年に現地の最高裁判所がクレーンゲームをギャンブルと認定したため、賭博法や保護者からの苦情により、一部の地域で現地警察がクレーンゲーム機を摘発し、撤去した事例が存在する。ただし、この判例は厳格に施行されていないため、都市部では2019年6月現在でもクレーンゲーム機を設置している店舗が存在するほか、王など、 クレーン以外で景品を取るタイプについては当面の間取り締まりや撤去の対象外となっている。 https://www3.nhk.or.jp スラッシニュース html 20171225 k 1 0 0 1 1 2 7 0 8 8 1 2 0 0 h t m l ハ https://www3.nhk.or.jp n e w s ュニューススラッシュ html スラッシュ2 0 1 7一1 2 2 3スラッシュ K10112694610006HTML アトム INT イコールディテールコンテンツニュースリレーテッド001クレーンゲーム詐欺の急増は世帯の深刻な貧困化賃金低下の証であるビジネスジャーナル2018年3月26日閲覧 オンラインクレーンゲームのサービス提供に係る風俗、営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の取り扱いが明確になりました産業競争力強化法のグレーゾーン解消制度の活用。経済産業省製造産業局産業機会化。二2019年12月1日閲覧。24時間クレーンゲームを楽しめるカプトレを体験。景品を入手して、 読者プレゼントすることはできるか。電撃オンライン。2019年12月1日閲覧。タイトオンラインクレーンゲーム事業に参入。インターネットとリアルが融合した新しいエンターテインメントサービス。今集より開始。タイト2017年9月5日。セガも参入。スマホで遠隔操作する。 クレーンゲーム12月開始アイテムディアニュース2017年10月17日 UFO キャッチャーがいつでもどこでも楽しめるセガキャッチャーオンラインサービス開始に向け2017年10月17日より事前登録受付開始セガ製品情報サイト2017年10月17日動画コロナ禍でゲームオーバー 日本のゲームセンターが、苦境 AFPBB2021 年2月27日、グルット首都圏、エブリデイ行田県 AB 台湾のクレーンゲームブーム。人気の秘密はゲームマシン2019年4月15日号、タイで、クレーンゲームは違法ですかタイランドハイパーリンクス。2019年7月13日閲覧。クレーンゲーム次々撤去。子供が中毒親の苦情。 テレビ朝日2019年7月12日時点のオリジナルよりアーカイブ2019年7月13日閲覧ありがとうございます。